無駄に広い駐車場のくせにケチケチすんなよ。空いてるから好きに使っていいだろうが。何なのその理屈は。私は呆れてため息をついた。大学生といえばもう子供ではない。彼が何年生かは知らないが、成人もしているのだろう。いくらこちらが間違ってないとはいえ、男の人に怒鳴られるのは怖い。しかし、私は負けじと、ユージを睨みつけた。私の名前はアスカ、45歳。バツイチで、今はもう社会人になった娘と二人暮らしだ。近所のスーパーの副店長をしている。働き始めた頃はパートだったが、仕事ぶりを認められて、正社員にならないかと声をかけられたのがきっかけだ。女手一つで娘を育てていた私にとって、正直ありがたい話だった。もう勤め始めて15年になるのかしら。正社員になるために苦労もしたけど、今では頑張ってよかったと思っている。私は今日も職場のスーパーに出勤していた。自分の車を降りると、まだ開店していない店の駐車場で店長が険しい顔をしている。おはようございます。ああ、またですか？挨拶と一緒に声をかけると、店長が振り向く。ああ、アスカさんおはよう。そうなんだよ。まったく本当に困ったもんだ。うちのスーパーは最近あることに頭を悩ませていた。私は店長が見ていた方に視線を向ける。そこには大量の無断駐車がされていた。日にもよるが、いつも数台から10台以上が止まっている。しかも、駐車用の白線などお構いなしの止め方にも腹が立つ。うちは閉店時、出入り口にチェーンを引いて封鎖していた。普段、鍵などはかけていない。それが良くないのかもと、最近チェーンに番号式の南京錠をつけて、出入り口を施錠したが、チェーンごと工具で切断されてしまった。いくら何でも悪質だわ。店長、やっぱり警察を頼るのがいいと思いますが。早く警察を呼べばいいのに、と私は前から思っていた。素人考えだが、少なくともチェーンは器物破損だし、無断駐車だって不法行為に当たると思うんだけど。店長は、彼らはみんな大学生のようなんだ。だからしばらくは注意を続けて、改善しないなら警察をと思っている。という方針らしい。店長はみんなに慕われているけど、お人よしすぎるところがあるのがたまに傷だ。きっと若者たちは店長を舐めているんだろうな。私が店長の言葉を思い出していると。さっきリーダー格の子が車を取りに来たから伝えておいたよ。次は警察を呼ぶって。と言ってくれたので、私はほっとする。無断駐車はいつも閉店後の夜中から朝方にかけて行われていた。でもこの辺りは田舎で車の音が響くし、近隣の住民からすると、閉店後のスーパーの駐車場に車がたくさん止まっている光景は不気味だろう。実際、不安がる近隣の声もクレームを通じて聞こえてくる。対策として、関係者、お客様以外のご利用はお断りしています、と看板を立ててもみたが、効果はまるでない。ひどい時には、翌日の昼近くまで車が残っていることもある。それこそ営業妨害もいいところだ。何より車の持ち主はみんな、やんちゃをしていそうな見た目の若い男女で、従業員の私たちとしてもなんだか怖い。リーダーって、確かユージって名前でしたよね。他の子たちがそう呼んでましたし。店長はうなずく。ああ、さすがに警察を呼ぶとなれば来なくなると思うが。だといいですが。私たちが店内に入る頃、ちらほらと車を取りに来る若者たちが現れた。そもそも何のために駐車しているのかしら。大量の無断駐車に私は疑問を感じていた。次の日の朝、私がまた開店時間前に出勤すると、駐車場に小さな人だかりが。店長と無断駐車をしている若者たちだ。男女合わせて10名はいる。私が店長のもとへ駆け寄ると、店長と数名の従業員が若者たちと対立していた。ああ、アスカさん、聞いて。この子たちったら、ほんと聞き分けないのよ。
パートの一人が声を上げる。長身で金髪の男が、うるせえな、と毒づくのが聞こえた。この男がリーダー格のユウジだ。彼の後ろから数人の男女が笑いながら同意するように声を上げる。ガヤガヤとした声に私やパートの人は固まった。そんな私たちをかばうように店長が前に出る。昨日警告させてもらったはずだよ。本当に警察を呼ばせてもらったからね。もう間もなく来るはずだ。警察という単語にユウジの背後の若者たちが立ちろぐ。店長に続き私は勇気を出して口を開いた。店長は何度も注意だけで済ませてきました。その優しさもわからず、あなたたちがずっと無視するからでしょう。ユウジは舌打ちし、苛立ちからか乱暴に頭をかく。無駄に広い駐車場のくせにケチケチすんなよ。空いてるから好きに使っていいだろうが。なんなのその理屈は。私は呆れてため息をついた。大学生といえばもう子供ではない。彼が何年生かは知らないが、成人もしているのだろう。ユージの怒鳴り声に私は身を縮めた。いくらこちらが間違ってないとはいえ、男の人に怒鳴られるのは怖い。しかし私は負けじとユージを睨みつけた。そんな理由が通るわけないでしょ。子供みたいな言い訳をして恥ずかしいと思わない？そもそもなんでうちのスーパーの駐車場が必要なの？はあ、関係ないだろ。一瞬ユージや周りの若者たちの表情がこわばる。無断駐車以上に何かやましい理由でもあるのかしら。私とユージが睨み合っていると、若者の一人がユージに声をかけた。なあユージ、本当に警察が来るならまずいよ。もう行こうぜ。仕方ねえな。納得いかない顔のまま、ユージたちはそれぞれ車に乗り込んだ。ユージの車はひときわ目立つメタリックなピンク色で、独自の模様が車のサイドに描かれている。見ただけで強烈に印象に残る車だ。待ちなさいよ。パートの女性が慌てて若者たちを止めようとしたが、店長が制止する。急発進しようとしている車に近づくのは危ないからだ。ユージの車がブオンと大きな音を立てて通り過ぎていく。本当に無断駐車する人たちは非常識ね。運転も乱暴だわ。私は心の中で毒ついた。この一部始終は録音してるし、防犯カメラにも映ってる。今までの記録もあるし、警察にはきちんと説明しておくから。みんな、僕が不甲斐ないばかりに迷惑をかけてすまない。特に最近は忙しいっていうのに。店長が私たちに頭を下げる。店長は悪くありませんよ。私たちが口々にそう言っていると、一足遅くスーパーにパトカーが入ってくる。来るのが遅いわ、と誰かが文句を言ったが、仕方のないことだ。警察に事情を話すのを店長に任せ、私たちは開店準備のために店内に入っていった。それから3日、無断駐車はパッタリとなくなり、警察という単語が効いたのだろうとみんなで笑い合っていた。しかしそれは大きな間違いだと思い知らされる。何よこれ。その日の晩、閉店まで残っていた私たち従業員が外を見て呆然。駐車場にはまた無断駐車の車があったのだ。いつもは閉店後、人がいなくなってから止められていたし、無断駐車の発見は朝だった。もう来ないだろうと私たちも油断していたし、営業中は他のお客様の車もあったから気づくことができなかったのだ。しかも空いてるスペースには大量のゴミがまかれていた。ありえないわ。人をバカにして楽しいのかしら。パートの女性たちが怒りをあらわにしている。しかも見て、生ゴミまで混ざってる。他の店員の指摘に気づき、私は額を押さえた。本当だわ。嫌がらせとして家庭ゴミでも持ってきたのかしら。それにしてもゴミの中に酒瓶やタバコのケースが目立つわね。家庭ゴミというより居酒屋のゴミって感じ。私が考えていると、店長が私たちに声をかけた。僕が残って片付けるから、みんなは帰りなさい。
店長はそう言うが、そういうわけにはいかない。結局、他の従業員には帰ってもらい、私と店長でゴミを掃除することになった。証拠はそのままにした方がいいかもしれないが、至るところに防犯カメラがあるので、掃除しても差し支えないだろうという判断だ。私は娘に電話で事情を話し、帰り時間が遅くなると伝える。それにしても、やってくれたわね。電話を切って、ポケットにスマホを入れながら、私はため息混じりにつぶやいた。最後に話した時のユージの顔を思い出す。納得してるとは思わないけど、まさかこんな仕返しをしてくるなんて。黙々とゴミをまとめ、私は袋を縛り上げる。え？ちょっと、嘘でしょ？私はゴミをまとめた袋を持ってある場所に差し掛かり、思わず二度見した。スーパーの搬入倉庫にも車が一台止まっていたからだ。しかもこの目が痛くなるようなピンク色の車は、間違いないユージの車だった。ここはトラックが直接入って荷下ろしするためのスペースで、電動シャッターで開閉している。もはや店内と言ってもいい場所だ。駐車場に車を無断駐車するのとはわけが違う。とにかく私は車を覗き込んだ。しかし何かフィルムでも貼っているのか、中の様子はよく見えない。フロントガラス以外は目隠しのカーテンが閉められている。運転席側と助手席側に目隠しってそもそもダメじゃないの？おかしな点が多すぎて突っ込みも追いつかない。まあこんなとこに駐車して中にいるわけもないか。私はつぶやき、どうしようかと考える。どうせこれもゴミと同じで嫌がらせの一つだろう。ここに部外者の車があればシャッターを閉められずに私たちが困るとでも思ったのかもしれない。今日で閉店なんだけど、でも仕方ないわよね。電動シャッターを閉めるか。実を言うと今日でこのスーパーは閉店する。この辺りの地域開発が進み、ショッピングモールができるので、そこへ移転するのだ。だからこそ、無断駐車が始まって以来、店長や私たち従業員も、ただでさえ忙しいのに、とピリピリしていた。ユージや若者たちは、スーパーを全く利用していないから、今日で閉店するとは知らなかったのだと思う。悩んだ挙句、私はシャッターを下ろして、店長に報告した。店長もユージの非常識さに呆れ果てているようで、大きなため息をついている。やっぱりまずかったですかね。でも車内に人もいないようでしたし、シャッターを開けておくのはちょっと。いいよ、僕が責任を取るから、このまま閉めておこう。明日の朝にはどうせ車を取りに来るだろうから、警察に同伴してもらって待ち構えておくさ。それならと私は声を上げた。じゃあ私も行きます、副店長として見届けないと。店長は、いつもすまないね、と苦笑する。さっき防犯カメラの映像を確認してきたんだけど、やはりゴミを撒いたのも、ユージと仲間たちの仕業だったよ。やれやれ閉店作業の次は、移転先での開店作業があるっていうのに。きっと明日で解決して、すがすがしく開店作業できますよ。私が言うと、釣られるように店長も笑った。次の日、私は朝早くから旧店舗のスーパーに足を運んだ。昨夜、店長に宣言した通り、ユージの車の行く末を見届けるためだ。それに、営業は昨日で終わったけど、新店舗へ移るための作業がまだ残っている。店長、おはようございます。声をかけると、店長と警官がいた。もう一人知らない人がいるけど誰だろう。ああ、アスカさん。今ちょうどシャッターを開けようとしていたんだ。こちらは警察の方と、社長から紹介された弁護士さんだよ。以前から無断駐車について社長には報告していたんだ。そうだったのか、と私は警察官と弁護士の二人にも頭を下げて挨拶する。私がキョロキョロとあたりを見渡すと、察したように店長が、ユージのやつはまだ姿を見せてないよ、と教えてくれた。店長がスイッチを押し、電動シャッターを開く。そして私たちは驚きの光景を目にした。ユージが車のドアを背にして泣いて震えていたのだ。やっと開いた。
私たちの姿を見てよろよろと立ち上がるユージ。よほど心細かったのか怖かったのか、顔は涙と鼻水で汚れている。毛布を体に巻いているせいでまるでミノムシのようだった。私が車内を覗いた時は薄暗くてわからなかったのだが、後部座席で毛布をかぶって寝ていたらしい。本人はほんの少しの休憩のつもりがかなり熟睡していたようだ。車を見つけたあんたたちが怒って俺を起こすと思ったのに、マジ予想外すぎて最悪だぜ。私たちを目覚まし代わりにでもしようって、その思考回路が予想外すぎるわよ。春先の暖かくなってきた時期でよかったわね、と私が言うとユージが睨む。ふざけんな、おかげでバイトには出られなかったんだぞ。スマホの充電は切れるし、寒いし暗いし、もう最悪だ。私につかみかかろうとしたユージを店長と警察官がかばう。何度も注意されてたそうじゃないか。出入り口のチェーンも破損させているし、嫌がらせで駐車場にゴミを撒いてる姿も防犯カメラの映像で確認してる。言い逃れはできないから観念するんだね。警察官が言うと、別に俺一人でやったわけじゃねえし、つうかあいつらはちゃっかり逃げたのかよ、とユージが吠える。あいつらとはいつも一緒に無断駐車していた若者たちだろう。確かに駐車場には一台も車は残っていない。安心しなさい、今まで無断駐車していた彼らの車のナンバーは店長がしっかり記録しています。今ここにいなくてもしっかり彼らにも反省してもらいますよ、と弁護士が言うと、ユージは悔しそうに顔を歪めた。観念したのか、ユージは警察官と弁護士の質問に素直に答え始める。何でもこのスーパーの近くにユージの大学の卒業生が開いたバーがあるらしい。ユージと若者たちはみんなそこでアルバイトをしていた。そのバーというのがいわゆるぼったくりバー。しかも風俗営業法の許可を取っていないのにもかかわらず、女性従業員がいろいろと接待していたんだとか。接待の中にはいやらしいサービスもあったそうで、これは真っ黒だ。こりゃ警察と聞いたら逃げ出すわけよね。じゃあもしかして昨日のゴミもバーで出たゴミをそのまま持ってきたんじゃない？私が尋ねるとユージは、そうだよ、とぶっきらぼうに認めた。道理で酒瓶やタバコの箱とかが目立ってたわけだわ。ゴミの量が多かったのを見ると、来ていなかった3日分のバーのゴミを持ってきたんだろう。ちなみに一度店長が警察に通報したのがきっかけで、何人かがおじけづいてバイトを辞めたそうだ。だから昨夜は車の数も少なかったのね。スタッフの数に対してバイト先の駐車スペースが全然足りず、有料の駐車場は割に合わないと判断したユージたちが、うちの駐車場に目をつけたのが事の発端だし。ちなみに不在の3日間は後の嫌がらせのためにわざわざ有料駐車場を使っていたんだとか。今になっていろいろと疑問が解消されていく。とにかく詳しい話を聞かせてもらうよ、警察官が言うと、ユージは私と店長に向かって憎らしげに吐き捨てた。くそ、しけたスーパーの駐車場を有効利用してやってたっていうのによ、なんで俺がこんな目に遭わなきゃならないんだ。この語に及んでなんて言い草かしら。私はユージを睨みつけて言い放った。そもそも関係者とお客様以外のご利用はお断りしているんです。謝罪の言葉も出てこないなんて本当に呆れるわ。しかるべき処罰を受けて自分がどれだけ恥ずかしい真似をしていたのか思い知るのね。取り調べのためにそのままユージは警察官に連行されていく。後のことは私にお任せください、弁護士の頼もしい一言に私と店長はうなずいた。それから数ヶ月が過ぎ、ユージや他の若者は違法な経営をしていたバーに関わっていたことで摘発。大学も辞めざるを得なくなったそうだ。私たちのスーパーにも無断駐車以外に器物破損や建造物侵入などいろいろとやらかしているので、そのあたりは弁護士さんと店長に任せている。店長によると、後日ユージの両親がやってきて平謝り。息子に代わって慰謝料を立て替えて支払ったそうだ。余談だが、ユージは搬入倉庫から出て以来、暗がりを怖がるようになったらしい。
よほど搬入倉庫での夜が強烈な思い出になったのだろう。一方私は移転先のスーパーで今日も元気に働いている。新しい店舗での仕事にも慣れてきて、ようやく少し落ち着きそうだ。昔からの常連さんも新しいお客様も満足そうに買い物をしてくれて嬉しい気分になる。さあ今日も一日頑張ろう。仕事着に着替えて身だしなみを整えると、私は颯爽とロッカールームを出た。